痛い？いいんじゃない。今回の DIY はこの無印で購入した、まあ、前回から導入してるのね。このね、あの無印のポリプロピレン頑丈収納ボックス、うん、うん、言えたね。言えた。あのパタゴニアのステッカーがあって、これを貼ったらちょっとまあいい感じにね、あのかっこよくなるんだけど、中を見るとこんな感じです。まあ大したの入ってないんだけどさ。で皆さんね、これをこんな感じにして、ここをテーブルみたくね、あの USB 材とかを加工してテーブルにして使ったりしてるのよ。そうだよね、うん、でまあうちもそれやるんだけど、うん、その前にね、あのもうちょっと実用的にしたいなということで、実はこの箱の中にはあのジンバルが入ってて、あまりこのガツガツ当てたくないから、まあ、箱に入れてるんですけど、こんな感じで、うん、でこのジンバルなんかを一番そこにしまいたいわけなのですよ、うん、わけなのですね、うん、で今回はその DIY で何をするかというと、このね箱見てもらうと分かるんだけど、頑丈収納ボックス中にもあの重ねることができます。こいつをね、うん、重ねて収納できるためのここの段差があるんですけど、うん、ここにねあの OSB 材をこう落とし込んで、うん、あの中間仕切りっていう形で使いたいなと、いうのを作りたいと思ってます。はい、いいと思う。はい、でね、これを取り出すとこんな感じなんですけど、でここの底にはね、緩衝材を、このウレタンフォームを買ってきましたので、こいつを敷いてこんな感じで、まあ、カットしてね、でその上にジンバルを置いて OSB 材をここに落とし込むと、うん、で落とし込んで、でちょっとこちらを見ていただきたいんですけど、で今回ですね、購入したのはセリアのこのアイアンバーと、あとねホームセンターでテーブル用の足を買ってきました。でもね、あの大体の方はお察しの通り、そうです、この中蓋をテーブルにしようかなと思って。すごい、すごいでしょう。でこれが一応、ま、これがねその OSB 材だとしたら、うん、ま、今回はこれを取って代わりにします、はい、このような形で上につけようと思っていて、うん、で荷物を置いた状態でこれを取ることができます、うん、でこいつの下にこれをかまして、うん、そのままねテーブルにすることができるというものです。画期的、まあ、1台2役いいね、うん、テーブルにもなるっていうので、まあ、結構ねアイデア的にはいいんじゃないかなと思ってます、うん、はい、で、まあ、一応あの全体の構想はこのような形で、まあ、早速ねあの DIY の補助していこうと思います。はい、それでは331に切ります。これね、うん、すごいゴミが、どんぐらいだろう、このぐらいかな、240ぐらいかな、ね、約ね R の始まりが外側から45のとこなんで、あの330できた時がね、まあ、多少入らんかったら後で調整するからさ、45に合わせます。でさっきの印のとこに合わせて、ほら綺麗になったでしょ、うん、まあ、ちょっとずれてるけども目安だからさ、あとはもう作りながら微調整します。そしたら、うん、これを、まあ、ジグソーがあればね、ジグソーで切った方がいいんだよ。ジグソーとは？ジグソーってね、なんていうのかな、機械が、こういう機械があって、うん、ちっちゃいこのぐらいのノコノハみたいなのがドゥル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 って出るんだけど、あー、はい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 、多分ないはず、うちにある、うん、だから丸ノコで切る、うん、丸ノコで、まっすぐ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 切っていけば、うん、できる。このペーパーでちょっとね調整をします。こういうペーパーがあるでしょ、うん、でこれがねない人は
あの木材に木材があるじゃん、四角のさ、うん、の切れっぱしなんかがあれば、うん、それに両面テープをいっぱいつけて、うん、ペーパーをね、こうなんていうの、こう巻き込むような形で作ればこれの代用ができるの。だから別にこういうのがなくてもね、うん、そういう風な工夫をすれば全然こういう作業ができる。はい、そうですね。でほら見て、これでペーパーですることでこの程度の微調整だったら簡単にできる。ほら整えられるでしょ。整えました。整いました。ねずっちみたいな。一旦ちょっとじゃ入れてみましょうか。うん、どういう風になるか。ほら、こういう風になります。まだ大きめだね。大きめじゃないの。ここが当たってるの、おそらく。ああ、そうかそうか、うん。はいはいはい。ここが当たってるから、うん、ここをね、ちょっとだけじゃ取ってあげますね。で、だいたい印をします。寸法的にはね、外から80だな。6ミリ取ります。ここから6ミリ。こういう形で6ミリね。なんか意味が分かってないでしょ。いや、意味は分かってるよ。あそこの角分なんですね。そうそうそう。それは分かる。丸の子があって慣れてると簡単なんだけどさ、うん、あ、危ないのよね、やっぱりさ。Z ソーで切ります。どうしてもさ、うん、あの際の方が丸の子だから残っちゃうから、こういう形で。綺麗になるでしょう、うん、入れてみますよ。はい、いや入ると思うんだけど。ちょっときついな、ね、まだ調整が必要だね、うんうん、じゃあちょっと微調整しようか。いや、うん、あ、でも、うん、ちょうど今、多分ジャストフィットだ。取っ手があれば綺麗に取れると思う。うん、セリアで買ったこのアイアンバーをこんな形でじゃあ取り付けてみようか。うん、昔ハンズマンで買ったタッピングビス16mm、まあ、ボードがさ、うん、あの 15mm だから、うん、まあ、全然飛び出ないと思う。50円です。安い。結構それ、でもタグがあるせいで見にくいけどね。お兄さん、こっちら辺とか使えないかな。え、さっき俺のことお兄さんって言った。お兄さんなの。なわけないじゃん。どっからどう見てもおじさんだよ。えって。おじさんって呼ばれて喜んでる。喜ぶわけないじゃん。気持ちは若いんだけどね、うん、若いんだけどねって。ああ、じゃあいいですよ、やってみてください。はい、うん、あ、いいじゃん。いいでしょう。ぴったりでしょう。ぴったりだよ。あ、全然これ100均のでいいよ。いいね、うん、このセリアのでね。そう、セリアので。はい、それではですね、あの板に、今作った板にこの足をつけてみようと思います。
うん、そんな感じだな。ね、うん、で、これで鉛筆で印をしますね。で、止めます。とりあえず1本ずつ止めていこうか。何かちょっと今仮止めなんだけど、うん、立ててみようか。ほら、これでじゃじゃん。わあ、超安定。超すごいじゃん。まったいらの場所で超安定。思った以上にうまくできたね。いや、俺は計算通りだ。さっき言ったじゃん。あれは保険。めっちゃすごい。じゃあもう、じゃあ片付けましょうかって言ったらさ、うん、このまま持ち上げてさ、うん、もうパシュンパシュンってやって、うん、でそこにシュッと、ほらすごい。めっちゃいくな。めっちゃいい。これすごいよね、でも、うん、結構画期的だと思う。うん、画期的。いや、すごいよ。ほらそれでよかった。うん、はい、こんな感じです。こんな感じでですね、収納できたらいいかなと。まあでも今いいよね、下にウレタン引いたからさ、うん、なんていうの、滑らないしさ、うん、まあ、もうちょっとなんかこう仕切りとかあればいいんだろうけど、これをその上に乗せると、うん、こんな感じで、うん、まあ、大丈夫大丈夫で、上にはいろいろね、こういう小物を収納できるという形になっております。こんな感じでね。うん、はい、で、今回この作った中敷きの寸法をちょっともう一回確認しようと思います。で、まず今回の作ったポリプロピレン頑丈収納ボックスはね、うん、正方形だから、まず330にカットしてください。330ですね、はい、まあ、331でもいいかな。厳密に言うと、うちの今これは331、うん、厳密に言うとね、うん、に対して底の方を若干テーパー気味にペーパーで調整してます。そして角の R なんですけど、角の R はですね、330角に対して角から45行ったところ、わかるけ？この角から45、うん、こっから45、うん、で全部一緒、うんうん、角から45、45行ったところに線を引いてコンパスで丸く描くと、これに収納ボックスにあった綺麗な R を加工できます、はい、角から45ね、うん、で、ここのこの切り欠きなんだけど、うん、ここはね、角からね、80、うん、約80ですね。角から約80の位置で、外側から6ミリ。はいはい。で、切り欠きを入れると、うん、綺麗に入ります。はい。っていう形ですね。まあ、あとのここはね、角ちょっと、うちの今回の場合だと、こう、カクカクってなってるんだけど、うん、ここをこう、なんていうのかな、S 字状に綺麗にしてもいいかも。あー、うん、ゆるく、そう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 、うんうんうん、この実際のこの箱がさ、うん、ここまで見てもらうと分かるんだけど、こんな感じで R 状になってるから、うん、これに合わせてそれなりに綺麗に成形しても、まあ、面白いかもしれないと思います。はい、はい、で、あと上のこの取っ手はセリアの100円の、うん、アイアンバー、はい、で、後ろのこの足なんですけど、うん、ホームセンターに売ってる足で、ここが385円ぐらいだったかな。うん、だったね。で、長さがね、240ぐらいのものです。うん、はい。さあ、今回はジャストフィット。これより長いのもあったけどね、うん、これがちょうどいいかも。一番短いやつだね、うん、3種類あったうち、うん、短い。で、一応このような形で収納すると綺麗に収まります。はい。はい。で、実際にはめ込んでみると、こうやって、
ちょっときつめね、うん、331でちょっときつめで作りました。それはもうね、好き好きだね。うん、好みで調整してください。はい、今回ですね、久々の DIY で無印のね、このポリプロピレン頑丈収納ボックスを使ってこれに合う中敷きを作ったわけなんですけど、はい、思ってたよりすごく今まで来ました。で、一応あの寸法なんかもまあ詳しく記載されてたと思うんですけど、興味がある方はですね、これをあの真似て作ってもらえるときっと同じものが作れると思いますので、まあ、参考にしてみてください。はい、はい、ということで、ちょっと簡単な DIY でしたけど、まあ、非常にね、役に立つんじゃないかなと思います。うん、キャンプで使うの楽しみだよね。で、絶対使えるもん、ね、使える使える、うん、で、そのまま出してテーブルにできるっていうね、うん、ちょっとね、なんていうの、ひらめきが舞い降りてきたわけ、うん、だからテーブルにしなさいっていうさ、うん、テーブルにしなさいって、うん、中敷きだけじゃもったいないからテーブルにしなさいって声が降りてきて、まあ、実際したらね、神がかった DIY になってしまったということで、はい、皆さんもぜひ真似してください、はい、で、今回の動画が良かったらですね、いいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。